続きまして DX 人材育成に関する取り組みと DSS の活用につきまして味の素株式会社長島様よりご紹介いただきます。それでは長島様、よろしくお願いいたします。カメラとマイクをオンにした上でお話しください。皆さん、はじめまして。私、味の素株式会社 DX 推進部の長島と申します。当社のですね、DX の人材育成の担当マネージャーをしております。本日はこういった時間を頂戴いたしまして、どうもありがとうございます。はい。ではですね、15分ですので、早速いきますね。はい。で、内容についてはですね、DSS の活用事例については人材育成の取り組みの一つになってますので、全体の話をさせていただきながら DSS の活用事例にも触れるという形で進めさせてください。はい。まずですね、弊社のご紹介ですけれども、味の素という会社は結構もう古い会社でですね、100年以上の歴史があります。この右の方にあるですね、赤い瓶ですね。これが、100年前の味の素の初めて発売した時の瓶ですね。1909年から商売を始めてまして、日露戦争の頃ですね、の頃から、展開している商品です。はい。で、現在、味の素はですね、グローバルに展開している会社になりまして、我々のパーパスもですね、基本的にはターゲットは地球に住む人々になっています。ですので、パーパスの右側を見ていただくと、10億人の健康寿命の延伸ということで、日本の人口を超えておりますけれども、こういう地球に住む人たちのですね、寿命も、美味しくご飯を食べることで伸ばしていきたいというようなことも考えている会社でございます。はい。規模感ですけれども、右上、これがグループ総数です。3万4000人ぐらいの会社。創業が1909年、真ん中の左。世界に工場は117工場ございます。売上は1.4兆、研究者は2000人弱と、こういった規模感の会社になります。はい。グローバル企業と申し上げましたが、そうですね、北米、南米、アフリカ、ヨーロッパ、東南アジア、オセアニアはちょっといまいちなんですけれども、ほぼ地球全域にわたってですね、商売、味の素を販売させていただいております。それと、食品メーカーという印象が強いかと思うんですが、右下にある電子材料というものも、弊社は販売しておりまして、パソコンの中の CPU の絶縁体ですね、それの世界シェアは9割を超えていまして、実はこれの供給が止まるとパソコン止まっちゃうみたいなことも、ネットで言われたことがございます。はい。では、DX 推進の状況ですね。右上に映っているのが、弊社の社長の藤江でございますが、藤江自らですね、DX を標榜している。ただ、旭化成さんもおっしゃってましたが、DX の D は手段だよということで、小文字の DX でトランスフォーメーションをきちっと果たしていきましょうということを前に出しております。体制に関してもですね、真ん中の縦の棒の左側、食品事業本部、アミノサイエンス事業、コーポレートとあるんですが、これが事業の3つの柱ですが、大体ですね、縦割りになってしまって、DX を進めようとしても、なかなか進まないということも予想できたので、DX 推進委員会を設置して、これらの3つの本部を横串にしてですね、左側に6つの委員会を作って、展開をしてきました。で、この中に下から3つ目ですね、DX 人材育成とありますが、ここの DX 人材育成小委員会というのを設けて、この中に私も事務局として参加しているんですけれども、ここでですね、DX の施策をいろいろ考えて展開してきた、ことになります。で、DX 推進委員会が設立されたのは、左にある2019年です。当時の CTO が福士というものですが、現在は2代目の幸田になっております。ありがたいことに23、22として DX 銘柄も頂戴してございます。で、下の方に書いておりますが、ビジネス DX 人材育成コースは2020年の7月からスタートして、3年強経過している現在です。で、人材育成は、非常に基本的な DX 推進のポジションにあるというふうに考えてまして、一番この表で言うと、一番下ですね、基盤として扱うと。で、旭化成さんもおっしゃってましたが、データマネジメントもとても大事ということで、この2つをベースにしながら、工場とかマーケティングとか SCM、R&D、こういったところに展開していくというような立て付けになっています。
で、人材育成に向けてということで、まあ、あるべき姿なども我々の方で書いておりますが、2030年のありたい姿ですけれども、もう要はIT を道具としてですね、自由自在に使ってビジネス課題を解決できるような人材が、もうほぼ全員がそういうふうになっている2030年にはですね。で、データドリブンな意思決定ができる人たちが、社内にたくさんいるというようなことを目指しています。はい、ビジネス DX 人材育成コースのですね、導入時の体系です。ちょっと古い、もう古い絵だなって私は4年前なんで見えるんですが、左に初級、中級、上級ってあってですね、はい、初級は IT リテラシーがある程度、具備されている状態、それと中級、上級はですね、 AI とか機械学習をしっかり勉強した人たちというふうにしています。ただ一方で、まあ、専門職と言われるシステム開発者やデータサイエンティストの人たちは別に育成していくということで、一般従業員が中級上級になった時にですね、システム開発者たちと同等の、目線や、言葉を使って会話ができてですね、で、商品開発とか R&D、その他の、変革につなげることができる人を育てていこうというコンセプトで、設計をしています。我々はですね、内製というよりは、外のですね、パートナー会社さんと一緒に、e ラーニングを中心にして組み立ててきました。それと、外務の認定試験も受けてですね、それで初級、中級、上級のサーティフィケーションを構成するという考え方です。初級はグロービスさんとですね、学び放題を22時間勉強しましょうとか、統計検定4級だよっていうふうにして、まあ、少しハードルを下げつつも、隙間時間でしっかり勉強してくださいねっていう構成にしています。中級と上級はですね、アイデミーさんで、AI や、機械学習、プログラミング、さらには統計検定3級、2級、G 検定、シバス、まあ、こういったところを収めてくれれば、中級、上級に認定してあげるよという形で展開をしてきました。こちらはグロービスの学び放題のですね、20時間のまあ、プログラムですが、こんなふうにですね、まあ、いくつかの領域に分けて、我々の方でピックアップして、組み立てて、これを受けててというふうにして、従業員に知らしめてきています。それと、ラーニングパスの中にですね、DSS が、DX リテラシー標準もですね、セットされてきましたので、これに基づいて学びたい人たちは、こういったラーニングパスがあるよということで、それも合わせて学んでもらうように奨励をしてきています。はい、で3年間やってですね、従業員の 83% が受講してくれています。多分もう何でしょうね、イノベーターズ理論でいくと、この残りの2割の人たちはもう受けてくれないのかなと思ってるんですけれども、まあ、3年間でここまで従業員の方たちが受けてくれたという状況になりました。この3年間を振り返って数字にしてみるとこんな感じです。初級は2651点、上級でも200人の人たちがいる。また統計検定も2級で58人であったりとか、 DSS も60人超えてるのかなぐらいとか、従業員の総学習時間は10万時間を超えています。G 検定にしてみると384人取得しているということで、まあ、この3年間を振り返ると、それなりの成果が出てですね、従業員の IT リテラシーも少しは上がったのかなというふうに考えています。で、実は学習時間は就業時間に当たらないということで、従業員の皆さんですね、休みの時間とか通勤時間とかを使って、自主学習をしてくれています。でこれに関しては結構いろんなところの方々がびっくりされるんですけれども、まあ、なんでかなっていうのを後付けの時にですね、スタッフで話し合うと、弊社はですね、働き方改革を数年前から進めていて、で2000時間働いてたのを1800時間で減らそうという活動をかなり強く推進してきた時期があります。今ももうだいたいみんな1800数十時間で働いてるんですが、そこで出てきた時間を何に使うんだろうっていう中でですね、自己研鑽ということが前に出る、講座研修など勉強会を提供しましょうなどのような点、ことを推進していてですね、まあ、こういったところで従業員のマインドセットは、自分で勉強するんだというふうになってきたのかなというふうに考えております。はい、でですね、先ほど申し上げた通り、ビジネス DX で人材育成コースは8割以上の従業員がすでに受けているので、そのプログラムは今後新卒とか通年採用の方のみに展開しようということで、プログラムの今刷新を進めています。
で、主に市民開発型のプログラムに変更しようと、知識取得型からですね、現場の課題解決を推進するというか、プログラムに変えてきています。主にパワープラットフォームを中心として、コミュニティを形成して、みんなで自分で勉強した情報を交換し合いながらアプリ開発を進めています。現在450人が参加してですね、コミュニティの中でワイワイアプリを作っているというような状態です。まあ、例えば、こういうふうにですね、パワープラットフォームで自動化して、年間60日間の作業時間を削減した例とかですね、営業マンは右下にあるように、ウェブチラシの自動取得なんかもしてたりします。ただ、継続的に使用している層と使ってない方たちがまだいますので、ここについては、まだこの活動1年ですので、より展開するべく対策を立てています。我々の方としては COE 体制を組んでですね、ユーザーサポート機能、周知発信機能、ガバナンス機能を強化して、より市民開発を進めていこうということを考えております。一方で、ここは DSS ですね。去年のですね、春に人事部からですね、タレントマップを推進しますよと話があって、デジタルスキルだけではなくて、営業のスキルだったり、研究のスキルだったり、生産のスキルだったり、従業員のすべてのスキルを可視化したいという話があって、DX の IT スキルについては、我々の DX 推進部に相談がありました。で、みんなが集まってて、さて何しようって話しているときに、みんな忙しいので、世の中に標準ないかなって調べたんですね。お、DSS と UISS があるということで、これをまるっと拝借したのが、この1年前になります。はい、この辺は皆さん見てるものだと思いますが、5類型を使ってですね、マップを作ってきた。今までご紹介した DX 人材は左側で、真ん中にタレント1、タレント2と設けてですね、IS 部門とビジネス部門で、スキルを分けて、これで、従業員のみんなが自分のスキルを評価するということを、去年の秋ですね、実施しています。レベル間はレベル1からレベル6、初級から専門分野第一人者までの6段階です。この辺はイメージ図です。デジタルビジネスと情報システムに関して、いろんな部署でどんな人たちが必要なんだっていうのが、このタレント分析で見えてきてくるといいねっていう、これはイメージ図になります。はい。で、そこをベースになるんですが、秋に行われたですね、タレントマップを分析してみると、ですね、これ左から1、2、3、4、5ってなっているので、ブルーの方が自分のスキルが高いよっていうふうに言っている人が多い。赤い方はまだまだだねって言ってる人たちが多いっていうことです。なので、例えば生産でいくと、弊社は食品を生産する会社なので、生産人材が俺らいろいろできるよっていうふうに書いて、こう結構真ん中の左とかですね、営業も強い会社と言われてますが、俺たちは営業ができるんだって自己評価をしています。が、デジタルはまだまだ1、2が多くてですね、まだまだこれから身につけなきゃいけないとみんな思ってるっていうことです。もうちょっと、可視化の仕方を変えてみると、下が平均点、縦がスキルレベルの回答者数っていうふうにしていくと、情報デジタルはですね、左下、これ左側2.2なんで、ゼロではないですが、まだやっぱり販売マーケ生産とかですね、こういった人材からすると、自己評価としては低い。これは、我々としては右上の方に持っていく活動を今後も続けなくてはならないというふうに考えています。こういうことができたのもですね、DSS があったおかげかなというふうに思っています。で、最終的には、従業員がいろんなところにですね、IT リテラシーを持った人たちが配置されて、会社の改革に貢献、世の中に貢献していく状況を考えています。はい。少しその他の活動も用意しておりますが、時間もいっぱいになってきましたので、私からの説明はここで終わりますが、後ほどのですね、意見交換とかでこの辺も聞いていただければ幸いです。はい。長島からは以上です。どうもありがとうございました。